おとつで坂です。今回はグレン3のウェルナー君、こちらを使って、まあちょっと連部室で見た後マンメイドだねやっていきたいと思います。ちょっと遅くなっちゃったんだけどバタバタして、まあ見ていこうかと思います。 S2 がねすごいんですよ。ほんとすごい S2 が、まあまあまあ S1 からちょっと見ていこうかと思うんですけれども、 S1 がこんな感じになってます。 HP 回復してこんな感じで敵に当たると跳ね返ってタゲ取ってる敵にまた戻っていくというような感じで、弾を何個出してた、3個の弾を2回出す感じかな。こんな S1 になってます。まあ火力はねそんな高いとは言えないのかな。戻りででもどっちも当たれば大体2000万ぐらい、何もバフついてない状態で与えていけるような感じになってますね。夏ティナのモチーフですね。いやちょっと草生えるけど、あのモーションウェルナにやられると、うん、でHP 回復して敵に闇属性ダメージを与えて、暗闇状態にさせることがある S1 と、さらに付与効果でダメージバリア60秒間2回とカラビーナ、こちらを付与していきますね。このカラビーナが今上に2つあると思うんだけど、これがね一緒に攻撃してくれますね。援護攻撃してくれるやつですね。こんな感じで一緒に攻撃してくれるんで、まあ、バスゲージが溜まりやすいのと SP 回収なんかもしやすくなっております。はい、こんな感じの、まあ、S1 という感じですね。敵殲滅していくのにはいいかな、手数多いからね。こんな感じでで、S2 なんですが、 S2 がもうほんとすごくて、あの敵に闇属性のクリティカルダメージを与えるんですけど、まあちょっと使っていくとこんな感じでめっちゃ長めのカットインが入った後のこの攻撃と、で今9000万ぐらい出たんですが、ナハトじゃないやインゴットとか持たせるともうほんとえげつない火力出ます。これほんまに、でこれがエクシードドライブ、敵に闇属性のクリティカルダメージを与えて付与効果としてエクシードドライブエクストラ、これを60秒間付与していくんですが、これが、防御闇属性ダメージプラス 100% と会心ダメージが30、あと S1 同様 S2 でもカラビーナ、この援護攻撃のやつですね、これを付与していってくれると。でカラビーナ点灯しちゃうんでこちらも注意といった感じですね。さらにオートスキルの3つ目でもこのエクシードドライブエクストラ発動してると、まあオートスキルが乗って、攻撃会心がプラス300というような感じになってるんで、この基本的にもこのエクシードドライブエクストラは S2 で付与させていきたいところですね。ただ連発できないんですよね、これ。 S2 クールタイムが、皆さんあのライブとかでもクールタイムあるよねなんて話してたかと思うんですけど、15秒間のクールタイムがあるんで、まあ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 15秒間は S1 打ったりとか SP 回収したりとかっていうところでしのいでというところですね。はい、今バースト打ったんですけど、ナハト発動させた時の火力なんかもちょろっと見た後、ちょっとねインゴット使っていこう。ほんとすごいから、ね、で範囲がえげつない広くない、もうやばいんですよこれ。マーメイドと行くとすっごい面白いことになるんですよ。台風で雨風がすごいんですよね今。もうナハト発動してるから全然何も見ずにやってるから OK か、もう発動してるでしょさすがに。でバースト打って、バーストの火力はそうでもないのか、そうでもないね。でこれで S にちょっと見ていこう。来い、1億は余裕でいっちゃうような感じだね。やばいね、あと範囲よ、この範囲すごない？超範囲よね。もうなんかマーメイドの一面全部潰せるぐらいのびっくりしたねこの範囲には。でまあちょっと武器をヘリオブライトに変えて軽く見ていこうかと思うんですけど、さっきでだいたい1億とかかな、1億は超えてくるかなっていう感じで、ヘリオブライトとの相性も良くて、 S2 がね15秒間クールタイムあるんですけど、ヘリオブライトがねあれですよね、20秒経過後に発動可能というところで、まあクールタイム後5秒間待てば、まあヘリオの武器スキルを使用して、このね
超人なね、スキルダメージアップ 1000% アップっていう、ね、付与して立ち回っていけるんで、他のキャラとかと比べると、まあ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 、相性はヘリオとかなりいいのかなといったところになってます。はい、ではちょっとねヘリを持たせて、これだびっくりするぞ、僕もねびっくりしたもんだって。さて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 、じゃあちょっと見ていきますね。任務了解。一応ナハトなんで、ターゲットを排除する。まあ、一発目は適当に S1、S2 か打っちゃって、エクシードドライブエクストラ状態にしておかないと、オートのね攻撃回心プラス300とか、エクシードドライブエクストラ自体のね回心ダメージ30とか、そこら辺が乗ってかないんで、最初は適当に打っちゃって、あとはナハト発動させて、できればバーストも打っていきたい。できればバーストも打っていきたいけど、もう一回ちょっと S2、すごいんだよなこれすげえなこれ。よし、バーストも溜まったというところで、そしたらバーストを打ちます。でヘリを発動させて、インゴットの火力、ヘリオの火力見ていきたいと思います。よし、行くよ、来い。どんなもん行くんやろ。変身、2億6000、もっと伸びんのかなこれ。クリティカルとか見てなかったんだけど、でもまあ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 、3億近いダメージヘリを使えば出していけるといった感じになってます。めっちゃロマン砲で、その超範囲、これが楽しいからですね。はい、というような感じでちょっとマーメイド見ていきたいと思います。はい、では早速マーメイドやっていきたいと思います。まず開幕武器スキル一応打っていくんですけど、ちょっと草生えますねこれは、ね、ウェルナーこれやるなみたいな。で S に打ってきますね。これもここ一撃ですねこれでエクシードドライブエクストラと、まあオートスキルのねエクシードドライブエクストラ効果中の攻撃回心プラス 300%、 こちらを付与していきますね。でエクシード S2 か S2 15秒間のクールタイムがあるんで、まあその間はね S1 なんかを打ちながらといった感じですね。 SP 回収、まあ、バーストゲージを貯めたりですとか、そういったところに使う感じです。でまあまた S2 打てる状態になったら S2 を打っていくんですが、もうこれで終わりと。すごいなこれ範囲、ものすごいな。でここも一応 S2 打てるところまで待って、 S2 が打てる状態になったら打っていきたいと思います。で打てる、でここで S2 を打っていく、うまいことやるとこのステージもうワンパン劇場で次のエリア進めるみたいなんですが、ちょっとミスってますね。まあそれでもこれですよ、それでも凄まじいですねこの範囲は、びっくりしますね。で火力もそれなりに出てるんで、まあピースフルぐらいだったらあんな感じで敵殲滅していけると。でもうボス面といった感じです、まあ、ボス面でもねもちろん S2 を打っていくんですけれども、ここもねもうイナルギとかどうしたのっていう感じですね。はい、でこんな感じで湧いて、まあここもねS2 打つ準備をバースト打ったりとかして、していくんですが、ここで S2 さらに打っていくと、これですよ、何なのっていう感じですね。これはすごいね、ほんと超範囲だね、何度も言うけどそれぐらいすごい範囲、さらに火力も伴ってるんで殲滅がえぐいと。最後にねなんかもう一回 S に打とうとしたんですが、まあ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 、こんな感じでピースフルもなんだこれめっちゃ楽勝だぞみたいな感じの立ち回りができる風になっております。これは楽しい。はい、ではこんな感じでマーメイド見てまいりました。いや S2 の範囲がえぐいのと、火力もそれなりにというかかなり高めなんで、いやこれ強いね。で S2 デンジャラス食らわないんで、まあ、どんどんは打っていけないんですが、まあ、ヘリオとなんかの相性もいいんでね、この感じは今後活躍していける場面とかも多いんじゃないかなと思ってしまうような感じになっております。ぜひぜひゲットされた方
こういう使い方するともっと楽しく遊べるよとかあればね、教えていただけると嬉しいです。ではこの辺りで終わってまいります。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。かでした。バイバイ。